us right now. I really feel I am flying, releasing my troubles. And although you're so far, I really feel we're in pain. We'll wait till it's right for us to be looking at the stars from our balcony, wondering about what the future. 皆さんこんにちは、手帳の時間です。今回は無印の新しい手帳6冊、それぞれのおすすめの使い方をご紹介します。2025年の手帳に悩んでいる方、手帳を買っても使い方がわからない方の少しでも参考になれば嬉しいです。自分に合った手帳やその手帳の使い方がわかると、新しい世界が広がってすごく楽しいと思います。タイプ別に分けてみたので、気になるところからぜひチェックしてみてください。ということで早速行ってみましょう。まずはマンスリースケジュール帳2024年12月始まりをご紹介します。これは手帳をゆるっとスタートしたい、手帳を続けることを目的としたいという方に特におすすめの手帳です。手帳って張り切って何冊も買うけど結局頑張るのは最初だけですごくもったいないなという使い方をすることってありますよね。この手帳は主にマンスリーがメインの薄い手帳なので、使う目的さえ決めておけばゆるっと気軽に継続して使うことができます。デザインテンプレートはいろんな会社から販売されてますが、お天気の項目はとても人気です。マンスリーの枠内に本日のお天気を簡単に記録する使い方、これはもし記入し忘れても過去に戻って調べることができて、手帳が空白になりにくいです。次はお顔ステッカーを使います。お顔が印刷されているステッカーは気分の記録にぴったり。その日の気分によって貼り付けるステッカーを変えれば、1ヶ月を通して自分がどんな状態だったのかがわかります。このように上には本日の一言、下には気分を書くと使い分けてもいいですね。表情が足りなければ後から眉を足してもいいと思います。次はカラーステッカーを使います。手帳を人に見られたくない場合とか、何を記入しているか秘密にしたい場合はカラー別で管理すると面白いです。先ほどご紹介した体調とか睡眠とか、1ヶ月を通してリズムが知りたいものにおすすめ。お天気はシンプルですが毎日必ずチェックできるものなので、負担なく手帳に記入することができます。気分の記録も自分を知る上でとても大切な項目です。簡単な記録は習慣になりやすいのですごくおすすめ。カラー別の管理は後で見返した時に何の情報かわかるように別のページに一覧表を作ると良さそう。続けやすい、そして見ると楽しい、そんな手帳の使い方です。毎日続けるのが大変という方には行動した時だけ記録する方法もおすすめ。今回は一緒に読書ノートを作ってみましょう。読みたい本はあるけどなかなか時間がないという人でも読書がしたいと思える楽しい使い方です。まずは今月の読みたい本や気になる本をチェックします。表紙が印刷できる場合は同じサイズ感で本の表紙を準備するといいですよ。付箋が作れるテープのりがあるとかなり便利。いつでも貼って剥がせるように本の表示を付箋にします。自分の本棚を作るイメージで本を並べていきましょう。ただ本のタイトルをペンで書くだけでもいいですが、こうして具体的なビジュアルイメージがあると見た瞬間にその本に対する興味とか感情が蘇りやすいのでおすすめです。そしてお気に入りの文房具で読書の記録をつけると、記録を取る行為自体が楽しい時間に変わって継続しやすくなります。今回はひとときさんから出ている氷印で涼しげでシンプルな記録をしてみました。例えば読書の時間が取れた日はマーカーで印をつけて、もし最後まで読めたら本のタイトルを書き入れる。そして読み切った本を並べる読み切り本棚をマーカーで簡単に作って、そこに最初に付箋の状態にしていた本の表紙をしっかりと貼り付けます。こうすることで何の本をいつどのくらいのペースで読めたかパッと見てわかる一覧表ができますよね。マンスリーページの記録自体は少ないし空白だらけですが、とても充実したページができますよ。読めなかった本は付箋ごと次の月に移動すれば大丈夫。自分の本棚を定期的に入れ替えたりして楽しく継続することができます。本棚は手帳の中にも作れるし簡単なので、ぜひやってみてください。次はバーチカルスケジュール帳2024年12月始まりをご紹介します。これはすでにルーティンが決まっているものとか、ルーティンがほとんど変わらないものの把握や見直し、改善がしやすいので、お仕事や勉強、家事とか、時間を有効に使いたい、ワークライフバランスを整えたいという方に特におすすめの手帳です。1日限られた時間を有効に使いたいと思っても、なかなか実現できない時ってありますよね。この手帳はそこをサクッと解決してくれる心強い味方です。時間軸は朝8時から夜の9時まで。毎週同じ項目が必要な場合はこのように移動ができるメモタグなどを一緒に利用すると便利です。ルーティン化しているものをステッカーで色別、形別に優先順位をつけて家事の一覧表を作りました。家事を楽しくするテーマもしっかり記入して、移動ができるメモタグや付箋を活用すれば無駄が省けて大切なことにしっかりと時間をかけることができます。計画を立ててなかったり、優先順位の設定ができていなかったり、時間の見積もりが甘いとどうしても時間を有効に使うことができませんよね。あらかじめ日々の作業を振り分けておけば自分のリズムが分かって過ごしやすいです。今日は4つ不要なものを手放せたとか、小さい達成感を感じる工夫もできちゃいます。下のフリースペースにはその日の気づきや改善策を記入したり、自分を褒める一言を書いてもいいですね。例えば不要なものを手放せた日はこうしてステッカーで印をつけてもかわいい。時間軸と連動して使うのがとてもおすすめです。次は勉強記録として使ってみましょう。3色ボールペンと丸いステッカーだけを使うシンプルな使い方。最後の方にフリースペースがあって、これがまとめを作るのにとっても便利なんです。横のラインと縦の薄いドットが使いやすさを後押しします。勉強法にはいろいろありますが、自分が試したい勉強法をまとめておくのもいいですよね。なぜそれが大切なのか、なぜその勉強法を試すのか、しっかり記録しておけば、毎日の勉強で迷った時にもモチベーションを保つことができるはず。あとタブはお好みですが、勉強法まとめとか、リラックス方法とか、項目別にあるとすごく活用しやすいです。同じ無印のアイテムで統一することで、落ち着きのあるまとまった印象になります。ノートにただ書き写す勉強法じゃなくて、脳に少しの負担をかけるリトリーバルという勉強法の勉強記録を作ってみました。試したい勉強法で時間管理や内容を整理すると、とっても効果的な手帳の使い方になると思います。まずは自分の勉強パターンを知って、ぜひバーチカルを楽しんでみてください。次はマンスリー・ウィークリースケジュール帳2024年12月始まりをご紹介します。こちらは B6 タイプです。家でも外でも楽しみたい、自分の興味を深掘りしたいという方に特におすすめの手帳。去年同じものを購入したんですが、あまりにも使いやすかったので同じサイズでリピートしました。手帳が重くて持ち運びが不便だと感じる時って日常生活ではよくありますよね。 B6 サイズは外出先でも手軽に開けます。では一緒に手帳を使ってみましょう。たくさんカラーが揃っている丸いステッカーなどを活用して植物記録を作ってみます。お花を買ったり植物のお手入れをしたら、そのお花や植物のカラーをペタッと貼るというシンプルな使い方です。いつどんなものを楽しんだのか一覧表になってすごく楽しいかも。マンスリーページはこんな感じ。ウィークリーページはより自由度が高いので、お花や植物の情報を深掘りしてもいいですね。ただお花や植物を育てるだけじゃなくて、花言葉とか育て方などを記録すると自分だけの植物図鑑が作れます。誤字脱字が多い場合はカラーペーパーとか付箋、メモ帳など一つ紙を挟むと失敗が怖くありません。ブロック分けもできて手帳に立体感もプラスできるし、紙物は積極的に楽しんでみましょう。手帳はたくさん書くことが正義ではないと思います。自分なりの書き方や工夫、少しずつ変化していくところがすごく面白いポイントです。はい、こんな感じで仕上がりました。ちなみにこちらは2024年版の同じ手帳です。色もサイズも全く同じ。2024年は YouTube の動画撮影に使ったり、Instagram の撮影に使ったり、いろんな活用法を試すために買ってみたんですが、自分の歴史がちょっとずつ増えて嬉しい気分になれました。マーカーだけで作るページ、仕事用として活用する方法やイラストを楽しむページ、2025年もたくさんの活用例を考えていきたいです。次はハーフサイズスケジュール帳マンスリー・ウィークリー2024年12月始まりをご紹介します。こちらは B5 サイズ。この手帳は一つのことを極めたいとか、日常に楽しみをプラスしたいという方に特におすすめの手帳です。ハーフサイズなので気軽に持ち運びができたり、パソコンを開いたままでも書きやすい横型デザインになっているところがすごく使いやすいポイント。デスクにあまり奥行きがなくて何も置けなくて困ったという状況ってよくありますよね。この手帳だったらそのストレスも少しは軽減できるはず。毎日の献立に悩みたくないという場合は献立手帳を作ってみるのもいいですね。上の部分に1週間の献立を記録。1週間分の献立を週の初めに考えて、買い物へ行く前に本当に買うべきリストを書き出していくという使い方。フリースペースには毎日の料理が楽しくなるように1週間ごとに目標を決めると楽しそう。毎日やりたくないと思っていても避けて通ることができないなら、発想を転換させて楽しいことに変えていく方が幸せです。お買い物リストや食材ストック、作り置きなども少しメモすると無駄な出費も減ってしっかり節約もできます。1ページずつ積み重ねて、私って本当に頑張ってると自分で自分を褒めながらやってみましょう。他にはファッションログ手帳として使うのもすごくおすすめ。一度作ってしまえば後からすごく楽になる。更新するごとに喜びを感じることができるワクワク手帳。服はたくさんあるのに着る服がないとか、何を着ればいいんだろうという悩みをすっきり解決してくれます。今回は雑誌の切り抜きを使っていますが、自分の持っている洋服の一群だけを並べて一つ一つ写真に撮ると、毎日のコーディネートがすごく楽です。少ない洋服ですっきり暮らしたいという場合も、カラフルな毎日を送りたいという場合も、洋服を手帳サイズにしておけばすぐにコーディネートできて、無駄な出費を防ぐことができます。これから買いたい洋服のリストとか、上下のスペースをうまく活用して楽しい手帳を作ってみましょう。フリースペースには1週間ごとにテーマを決めるとマンネリ化を防げるかもしれません。今週はスニーカーを楽しむスニーカーチャレンジウィークとか、スカートを楽しむスカートチャレンジウィークとか、可愛くなりたい、綺麗になりたい、おしゃれになりたいという自分の心の声を聞いて、自分だけの手帳を作ってみましょう。続いて、一覧できるスケジュール帳マンスリー・デイリー2024年12月始まりをご紹介します。こちらは英語サイズ。2024年は B6 サイズのみの販売でしたが、2025年は英語サイズが出たとのことで早速買ってみました。マンスリーとデイリー、縦型マンスリーなど最大4ページが一度に確認できる、発売当初からすごく人気の高い手帳です。こちらは細かく記録したいとか、全体を見ながら予定を立てたいという方に特におすすめ。どんなタイプの手帳も、デイリーページからマンスリーページへとか、ウィークリーページからマンスリーページへとペラペラとめくって一回一回確認するのは面倒に感じる時がありますよね。必要な情報だけをすぐに確認できるこの手帳は、お金の動きや体重の変化など確認したい項目がたくさんある方に向いています。英語サイズは B6 サイズよりも大きいので、文字も情報もたっぷり記録できてワクワクしますね。では一緒に手帳を使ってみましょう。まずは家計簿とか無駄遣い撲滅手帳としてお金を管理してみます。スーパーに行く日、食費や日用品以外のお金、お金を使わない日、外食した日など、それぞれスタンプのアイコンを振り分けました。これを毎月一定なので付箋にして移動ができるようにします。マンスリーページは少し縦長なので、このようにスタンプアイコンを使うとすごく可愛いです。デイリーページは2日分が1ページになっているので、お金を使った日にレシートを貼ってもいいですね。レシートの中身を確認して、このお金の使い方は投資なのか消費なのか浪費なのか、しっかり確認すると少しずつ無駄遣いが減っていくのかもしれません。特に100円ショップとか、買うつもりのないものまで買ってしまった、そんなことありませんか？意識するのとしないのとでは結果が全く変わってくるので、やっぱり記録するのはすごくおすすめです。縦型マンスリーは横1列全体を使ってもいいし、3つの枠に分けることもできます。朝、昼、夜とかちょっと分けると分かりやすいことってたくさんありますよね。ここでは1ヶ月のお金の流れを把握したいので、予算と使ったお金、残金と3つの項目に分けてみました。これでお金の流れも把握できるし、計画が立てやすくなったかなと思います。その他、ダイエット手帳も作ってみましょう。こんな自分になりたいなとか、こんな体型だったら最高だな、こんな雰囲気を目指そうなど、目に見える目標をフリースペースに貼り付けます。本当は水着の写真とか体のラインが見える方が良さそうですが、サンプルとして雑誌の切り抜きを貼っています。ダイエット手帳は細かく書けば書くほど複雑になればなるほど挫折しやすいと思うので、使うペンは1本と決めてみるのもいいですね。フリースペースの余白部分にはエクササイズ毎日やるぞという意気込みを書いてみたり、何キロになったらご褒美はこれというご褒美プランを書いてみたり、モチベーションが保てる工夫をするのも面白そう。ダイエットが義務感だけではなくて、新しいライフスタイルの一部として取り入れやすくなります。エクササイズをした日は星マークをつけて小さな達成感を感じます。デイリーページには毎日の食事を記録してもいいかも。食べたものを記録することで自分の食生活の傾向がわかります。カロリーとか栄養バランスの偏り、間食の多さなどがわかりやすくなって、どこをどう改善すればいいのか考えるきっかけになりますよね。食生活を見返してみると、何も食べてないと思っていても、おやつを食べ過ぎてたんだなんてことはよくあります。縦型マンスリーは本当に便利なので、ダイエットには欠かせない体重の記録だったり、歩数の記録、便の回数や睡眠の時間などを記録するのもいいですね。1ヶ月ではなかなか成果は現れないけど、継続することできっと結果がついてくるはず。一覧表を見ながら未来の自分を想像して楽しんでみましょう。最後はリフィルノートリフィルマンスリースケジュール2024年12月始まりをご紹介します。この手帳はカスタマイズしたいという方に特におすすめの手帳。バインダーなどに挟んで他のリフィルとかルーズリーフと組み合わせて使うことができます。手帳の中身を入れ替えたいと思った時はやっぱり組み替えができる方が便利ですよね。あとは手帳の一部分だけを抜き取りたい時もピンポイントで取り出して項目ごとに分けて管理できるのはすごく嬉しい。こちらは月の満ち欠けがあったり祝日がカラーで分かりやすく表示されているんですが、もっとシンプルなモノクロの日付だけのタイプもあります。無印はリフィルの種類が豊富なので、このマンスリースケジュールと合わせて使うと完全に自分だけの手帳が完成です。毎年変わらないものの記録には最適なので、自分や家族、大切な人のお誕生日だったりイベントごとをまとめていくのもいいですね。こうしてリフィルノートの本体と合わせれば保管しやすいです。同じブランドのもので揃えると統一感がアップするので、ぜひ本体と一緒に揃えることをおすすめします。表紙に値段などが印刷されているので、そこが唯一のデメリットかもしれません。中身はこんな感じ。ではスタンプで記録してみましょう。これは100円ショップセリアのスタンプです。かわいいモチーフが3つ入っていて、マンスリーにはちょうどいい大きさ。好きなカラーのインクパッドを使って記録します。今月のお誕生日、記念日、イベントがすぐにわかる記念日手帳。一つ作るととっても楽しいですよ。今回は無印の新しい手帳6冊、それぞれのおすすめの使い方をご紹介しました。無印の紙はサラサラととても書きやすいので、まだ使ったことのない方はぜひ一度チェックしてみてください。ということで今回の動画はこれでおしまい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。